ピーターを使って演奏回路を作りましょう。まずスタート部分にブロックを置き、その上にボタンを乗せます。スタートを中心に右へリピーターを4個置きます。レッドストーンパウダーを縦に4つ伸ばします。次は左を向いてリピーターを8個置きます。レッドストーンパウダーを縦に4つ伸ばします。今度は右を向いてリピーターを8個置きます。これを繰り返してジグザグになるよう配置します。リピーターは設置した後1クリックします。変更がある場合はリピーターの上に数字を書きますので、その分クリックしましょう。リピーターとリピーターの間には音ブロックを置きます。音がない場所は何か別のブロックを置きましょう。動画の後半には数字が書いてある音ブロックが出てきます。数の大きさは音ブロックをクリックする回数、色は下のブロックの種類を表しています。ピンクとグリーンは草ブロック、オレンジは木ブロック、白色は石ブロック、黄色は砂ブロック、水色はガラスブロックです。この回路はアレンジして楽しむこともできます。ピンク、グリーン、オレンジの数字の下に境界ブロック、粘土ブロック、金ブロック、ウールブロック、骨ブロック。このどれかを置くことで音色を変えることができます。自分だけの組み合わせでアレンジに挑戦してみてください。最後にスタート部分のボタンを押すと演奏が始まります。以上がリピーターを使った簡単演奏回路の作り方です。次は音ブロックに数字が書かれた画像を流していきますので、一時停止しながらご覧ください。どうもこんにちは。本日の担当はアンツです。よろしくお願いします。さて今回の曲は銀魂2掟は破るためにこそあるよりバックナンバーさんの大不正解です。というわけで今回は実写映画版銀魂第2弾の主題歌を作ってみました。前回の映画はこの間テレビで放送されていましたが、皆さんは見ましたでしょうか。イケメンたちの無駄遣いと言われるほどのぶっ飛んだギャグが怒涛の勢いで押しかけてくるのに大爆笑しますし、その一方でアクションと演出がめっちゃくちゃかっこよくてギャップが凄まじいんですよね。そんな実写版銀魂の続編がただいま絶賛公開中。上映禁止になる前に今すぐみんな映画館に行って大笑いしようという形で行きたいです。映画に行かせてくれ。あ、今日喋ることこれ以上ないです。回路難しくないんで頑張って作ってくださいね。それじゃあね。音ブロックがあなたのワールドをより魅力的にします。興味のある方はチャンネル登録をお願いします。また質問や曲のリクエストも随時募集しています。最初にリクエストまとめをご覧になった上でコメント欄にお書きください。